はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 SNS とインフルエンサーの学校というオンラインコミュニティを運営しております、ケンタ店長ことケンズと申します。今日も元気に動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、動画の概要欄にですね、今言いました SNS とインフルエンサーの学校というオンラインコミュニティの URL がですね、一番上ですね、動画の概要欄一番上に貼っておりますので、ぜひぜひちょっと興味持っていただいた方はですね、チェックしていただいて、噛んじゃった。はい、チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、噛んでもね、取り直しとかは しません。はい、面倒くさいんで、はい、よろしくお願いします。で、今日はですね、何のお話かと言いますと、ネット副業、まあウェブなんでもいいんですけども、まあそのオンラインですね、はい、ネットビジネスで、月1万円稼ぐ方法パート2という動画をお送りします。なんか今日カミカミだな。はい、すいませんね。はい、ネット副業で月1万円稼ぐ方法パート2。パート1がすごいダラダラ話してしまったんで、全然需要なかったんでね。はい、パート2はちょっとかいつまんで、今回はこれだけ、やれば、ネット副業で月1万円稼ぐことたやすいですよっていうのを、はい、10分以内にまとめますね。もっと早くまとめるよって思うかもしれないんですけども、喋りたいんです。はい。まあ、10分以内でね、7、8分でまとめられればなと思います。で、まあ、一応ですね、私はもう10年以上、一応配信とかね、SNS 関係で、まあ、そうですね、月いくらって言うとなんかちょっとスマートじゃないんであれですけども、まあ、ぼちぼちね、スラックだ、収益を、はい、上げさせていただいていて、で、まあ、SNS とインフルエンサーの学校っていうオンラインコミュニティを立ち上げたんですけども、何かね、1ヶ月で1万円以上稼ぎたいなと思ったら、これだけ、皆さんこれから副業を始めたい人やってください。あ、もしくは、もう今副業やってるけども、なんか、01うまくいかないんだよねっていう人。はい。これだけやってください。はい。フォロワーを1万人以上をつける。ね。これだけです。はい。もう本当にもう、これだけ。まあ、どの SNS でもいいと思います。はい。そのメインっていうか、なんか有名どこの SNS だったら、うん、どこでもいいんじゃないかな。ちょっと TikTok と Facebook に関しては僕やってないんで、ちょっとわからないんですけども、YouTube ね、Twitter、まあ、X ですね。はい。Instagram。この3つのうちだったら、多分どれでもフォロワー1万人いけば、月、1万円稼ぐことはね、多分たやすいんじゃないかなっていうふうに、まあ思います。はい。で、何を副業としてやるかにもよるんですけども、何をやるにしてもフォロワー1万人以上いればですね、月1万円はまあ硬いんじゃないかな。はい。これはちょっともう本当にざっくり月1万円ぐらいってもう本当に、言っちゃってるんであれですけども、まあ SNS の内容とやる副業によっては、フォロワー1万人いれば、1万円どころじゃなくて、まあ5万、10万とか普通に、うん、全然余裕なんじゃないですかね。はい。例えば、まあブログね、ホームページ運営している人であれば、特に、まあ X が噛み合うかな。うん、ブログとかホームページに、顧客を流入するのは、僕は X が一番いいかなっていう感じがしてるんで、まあ、ホームページとかの内容にもよるんですけども、場合によってはインスタグラムの方がいい場合もありますけども、はい。まあ、X、インスタグラムあたりであれば、ホームページに、うん、誘導するのたやすいんで、まあ、広告収入ですよね。Google AdSense やら、はい。まあ、Amazon Associate やら、はい。まあ、有名どころのそういうことやってる人たちも、フォロワー1万人いれば、かなりの人数の、1ヶ月間、そうですね。僕の規模感で言うと、僕、ツイッター結構フォロワートータルで言うと7万人、8万人ぐらいいるんで、あれなんですけど、まあ、月2万 PV、うん、ぐらいは送れるんじゃないかな。はい。うん、多分ですけどね。ちょっとその投稿からだけの規模感なんで、なんとも言えませんけども、はい。まあ、ブログ、ホームページ、ね、はい、アクセスアップも1万人いれば簡単ですし、で、まあ、変な話、1万人フォロワーがいれば、はい。もう今ね、X もそうですし、YouTuber もとっくにやってますけど、その広告収入ですね。はい。
こちらの方も直接的にもう発生するんで、そもそもまあ1万円ぐらいは硬いんじゃないかなっていうふうには思うんですけども、そこに付随する、まあ今言ったブログへの流入とかね、ホームページへの流入とかね、あとはまあその自分の関連グッズの販売とか、はい、自身がまあやっている、行っているサービスへの、はい、誘導だったりとかね、間接的に考えればもう1万円どころじゃなくてですね、そうですね、さっき言った通り、ほんと5万円、10万円、場合によってはもっとですね、稼ぐ方も1万人ぐらいでもいますから、はい。なので、もしね、副業をこれからやりたいよっていう方はですね、ぜひね、まず SNS のフォロワーを1万人以上目指すっていうところから、取り組むと、うん、まあ、01も作りやすいし、はい。その0から1になった時の、スタートが多分結構上の方からスタートできるんじゃないかな。はい。やっぱりその副業やるにあたって一番ネックなところって知ってもらうっていうところなので、はい、企業さんはね、お金持ってる企業さんはテレビ CM とかバンバンやって知名度を上げて物を売ってますけども、僕たち素人はですね、そんなに広告費にお金かけられないので、やっぱり無料で始められる宣伝ですよね。 SNS をしっかり運営するっていうのが一番ね、副業成功させる近道だと思います。僕はそういうふうにやって、31歳かで、一応ファイヤーできたんで、はい、でぜひですね、その、まあ、手助けというか SNS1 万人つけろっていう、そんな簡単に言うけど、お前もうやってみろよってね、怒られる時あるんですよ、僕。そんな人のために一応、SNS とインフルエンサーの学校っていう、オンラインコミュニティを作ったので、はい。ぜひですね、動画の概要欄の一番上からですね、オンラインコミュニティチェックしていただければと思います。めちゃくちゃ月額安く設定しているんで、はい。まあ、一応10年分ぐらいの、SNS の僕の運営のノウハウを、まあ、詰め込んだオンラインコミュニティになります。はい。で、わからないことあればですね、随時、私が直々に、質疑応答答えますので、はい。まあ、うん、一緒に SNS の力養えていけたらいいよね、みたいな、そんな感じのコミュニティになってます。で、今、2期生募集しててですね、あと3名、うん、ちょっと忙しいんで、僕も、そんなに大人数ちょっと対応できないんで、あと3名、枠作りました。はい。なのでね、ちょっとまあ、本当に本気でね、その副業を01作りたいなって考えてる人は、まあ、まずは SNS の力を身につけようじゃないかということで、お早めにちょっと SNS とインフルエンサーの学校の方へですね、アクセスしていただいて、ちょっと手とか他行多かったけども、はい、していただいてですね、まあ、検討していただければと思います。はい。で、もう一つだけ言いたいのがですね、これから YouTube 始めたいよっていう方とか、まあ、X 始めたいよっていう方いっぱいいると思うんですけども、特に YouTube はですね、副業の取っかかりとして皆さん、なんか、一番その間口の先端に立たせる人が多いんですよ。まず YouTube っしょみたいな人多いんですけど、YouTube 今めちゃくちゃ難易度高いです。ね。YouTuber 目指そうっていう人たちが爆発的に、まあ、コロナ禍からですね、増えましたので、ライバルの数が尋常じゃないです。なので、YouTube でお金稼ごうって思ったら、めちゃめちゃ大変です。はい。で、我々、本当に僕なので普通面なんで、イケメン美女の方はね、またちょっと違いますけども、我々普通面がですね、YouTube、芸能人さんとか、もうキラキラ系のイケメン、イケジョさんに太刀打ちしようと思ったら、もうこれはね、相当な個性がないと難しいです。はい。普通のゲーム実況とか、なんか、どっかあの、料理のレビューとかやっても、基本的にはもう再生数10回とか、めちゃくちゃ気合い入れても20回、30回とか、そんなんザラなんで、これだけ、一つだけ、もしこれから YouTube 始めるんであれば、元でゼロから始めようとしないでください。ね。はい。これは最後にちょっと一つだけ、YouTube 目指したい人がね、多かったんで、アドバイスとして、まず、そんなに自分の個性に自信ないな。他の人たちと、ちょっとその競合の人たちと、なんか自分がその秀でてる場所が見つけられないんだよな、ちょっと自信ないんだよなって人は、広告費にむちゃくちゃ金かければ、いくらかは多分登録者数いくんじゃないかな。はい。まあ、要するにさっきも言ったけど、結局企業さんみたくバンバン広告打てば、変な話誰でも売れるんですよ。ね。商売、サービス、ね。物を売る、何かを売るってことは、広告費にいくらかけられるかっていうのがやっぱり大きいので、はい。
で今素人でも僕ら素人でもプロモーションお金さえあれば打てるんですよ、はい、本当に小規模な1000円2000円から打てるんで、まずですね、どんなにいいものを作っても知らない限り見てもらえません。なのですげえいいものを作ったで自信ある人はその動画をもうバンバン広告費入れて宣伝してください、はい、これが YouTuber になる近道だと思います今は、ね。この間リスナーさんから質問があったんで最後に詰め込みましたということで10分回ったんで、SNS でインフルエンサーの学校の運営者健太店長でした。さよなら。